杉浦哲郎は日本の作曲家、編曲家、ピアニスト、実業家、愛知県名古屋市出身、在住、松陰高等学校卒業後、厚生大学社会学部へ進学、大学在学中より音楽業界に関わり、アレンジャー、コンポーザーとして、CM や舞台の音楽等を中心に様々なジャンルで活動、キーボーディストとして、 グレートリッチーズに所属。バイオリニスト岡田鉄平との異色デュオ、杉鉄のおピアノ。作編曲を担当するほか、エンタメ系からオーケストラアレンジまで、その制作実績は幅広い。梅垣義明のシャンソンピアニストを長年にわたり、務めるなど、劇団は母本舗の音楽制作に数多く、関わっている。また、2011年10月よりスタートした FM、 杉鉄のグランドナックレールロードのメインパーソナリティ、中部国際空港、セントレア空港音楽祭音楽監修を務めるほか、エッセイ等の執筆等も手掛けている。2012年4月より、活動の拠点を東京から名古屋に移し、音楽制作会社を起業。2014年10月1日に、リリースされた東海道新幹線50周年トリビュートアルバム。 杉鉄プレゼンツ夢の超特急楽団スーパーエクスプレス 50th a n n i v e ーアルバムでは企画とトータルプロデュースを手掛け第56回輝く日本レコード大賞企画賞を受賞2015年10月より NHKE テレ音楽ブラボーに杉鉄としてレギュラー出演コーナーの企画演出にも携わる2017年10月より東海ラジオ ゲ医師和カ昼カフェに月1回にレギュラー出演。2018年4月より NHK ラジオ第一、夕刊ゴジラジに月1回にレギュラー出演。ありがとうございます。